リコンバッグ包丁、失敗しないためのクリニック選びの秘訣とは、失敗したくない人必見です。シリコンバッグのですね、歴史はかなり長いんですけれども、ただ実際に本当に信頼できるような施術になってきたっていうのは多分もうごく最近だと思いますね。例えばそれもバッグのその性質、もの自体が変わってきてますので、昔のバッグは例えば固まりやすかったりとか、すぐ破れやすかったりとか、そういうのが多くあったんですけれども、最近はですね、あの膜の構造もどん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 進化してきてますし、より固まりにくいバッグが開発されて、ようやくここ最近、もうここ5年ぐらいじゃないですかね、ようやくシリコンバッグが安心できる施術に変わってきたかなと思います。あともう一つはですね、特にまあインスタグラムとかでもうそのモデルさんがバーンとしたお胸を結構アピールね、することが多くなってますので、それに憧れて結構最近はバッグの需要がどんどん増えてきてるかなと、結構ポピュラーな施術になってきてるかなと思います。はい、それ言われて調べてみたんですけれども、1029件ですね、4月までの時点で、かなりやってるかなと思いますね。これくらいの症例をやってるドクターを探すのは難しいかなぐらい経験してると思います。症例数、経験数はそのドクターが安心安全に手術できるかの一つの目安になりますので、ぜひお任せいただければと思います。バッグの種類はですね、現状 SBC、まあ、当院で使っているバッグっていうのは主に2種類あります。メスモとエルゴノミクスで、まずですね、タイプとしてはマイクロテクスチャードタイプといって、細かいザラザラが表面にあるタイプですね。今現在では一番固まりにくいタイプと言われてます。バッグの種類によって何が違うかというところですね。で、まあ、もちろん形 の違い、まあ、柔らかさ の違いもあるんですけれども、やっぱ一番大きな違いっていうのは固まりやすさと、あと耐久性だと僕は考えてます。昔のバッグはもうそれこそまあ普通のもう一層構造であったし、ね、まあ、それがですね、どんどん進化してきて、エルゴノミクスで6層構造で、メスモで7層の細かい膜に分かれて、中のシリコンジェルを守ってると。特にですね、最新のメスモは表面の作り方がもう革新的に変わる、まあ、実際はですね、専門的に言うと塩分を使わずに膜を生成するので一番被膜拘縮が起こりにくいと言われてます。またそれもドイツ製ですので抜群の安心感がありますね。手術時間はですね、だいたい30分から40分ぐらいの間ですね。かなり手術早い方だと思うんですけども、もちろん止血チームもしっかりね、止血を確認しながらやるんですけれども、まあ、手術時間が短いことでより出血も短くなりますし、一つ感染のリスクも減ります。ですので手術時間も手術のクオリティを決める大きな要素の一つかと思います。はい、まあ、バレやすさに関してはご本人様の元々の胸とシリコンバッグの大きさの割合によると思いますね。で、バッグって言うても硬いんです、なんだかんだ言って。ご自身のやっぱり乳腺とか脂肪の硬さに比べるとどうしても硬いので、ですので大物が健やかに大きなバッグを入れたらどうしても分かりやすいですね。ある程度あるところに適度なバッグを入れたらかなり分かりにくいと思いますし、あともう一つはですね、その例えば触られる場合によってパートナー様の鋭さというか、まあ、そういうところにもよるところもありますね。シリコンバッグの大きな特徴はいくら大きくしてもまた料金も一緒です。ですのでもうドーンとした大きな胸を作りたいという方に関してはやっぱりシリコンバッグが適用になると思います。あとですね、脂肪包丁が自然にはやっぱりできるんですけれども、取る脂肪が、ね、ない、非常に痩せていらっしゃる方も適用になりますし、あとニューハーフの方は基本シリコンバッグを入れられますね。例えば術中の痛みに関しては無痛と考えていただいて結構です。硬膜下麻酔でもう胸周囲の
感覚がなくなった状態で手術をやっていきますので、術中は無痛です。術後の痛みに関しては手術の方法によるところもありますけれども、乳腺と大胸筋の間に入れる方法と大胸筋の下に入れる方法があって、いずれにせよやっぱり痛いと思います。やっぱりですね、何にもないところにクワーってこの大きなバッグが入ってきますので、どうしても術後3日間はかなり痛いんじゃないかな。それが1週間かけてだいぶマシになってくると。でここで乳腺下方の場合は1週間もすればだいぶいけると思いますね。ただ大胸筋下、この筋肉の下に入れる方法の場合は1週間の時点もやっぱりまだまだ痛いっておっしゃる患者様が多いと思います。そこにですね、エクスパレルという、長時間作用型の局所麻酔薬があるんですけれども、それを手術の時に一緒に入れることでだいぶ痛みは軽減される方が多いです。はい、そこはもうカウンセリングの時にご本人様とお話しして、でそこはですね、どんな要素があるかってなると、もちろんもうご本人様の組織がどんだけあるか、あとどんだけバッグをで大きくしたいか、あとはもうご本人様のその感覚の中でも結構分かりやすいぐらいのお胸にしたい方もいらっしゃれば、できるだけ自然にしたいとおっしゃられる患者様もいらっしゃいますので、ここら辺の要素を含めてカウンセリングの時にお話しして決定したいと思います。バックはですね、やっぱり覆うものがどんだけあるかでまず外から見た分かりやすさも変わりますし、場合によってはその固まりやすさも変わってきますの でご自身の組織が十分にある方は乳腺下に入れて、でそちらの方がむしろ柔らかくて自然になります。大胸筋下はですね、やっぱり筋肉で覆われる分基本より硬くなりますので、ただ痩せてらっしゃったりする方、またはご自身の体験比べてやっぱりかなり大きなバッグを希望される方は大胸筋下に入れざるを得ないという選択になりますね。その場合にはできるだけ乳腺下よりも覆うものをより多くしようということで大胸筋下に入れる形になります。